こんにちは、FX 専業トレーダーの翔太です。本日ですね、2017年4月5日水曜日のドル円の相場展望をお届けしていきたいと思います。でドル円なんですけども、今個人的にはこの切り上げラインですね。この切り上げラインをコピーペーストして、ここに起点持ってきて、こういうふうに貼り付けてます。要はチャンネルということなんですけど、 えー、このチャンネルのこのラインにタッチしてきた時にどういうプライスアクションを示してくるのかという部分をですねちょっとまあ注目している感じですね、うんまあ、ただこのチャンネルのこのラインにタッチしてくるまでにですね111円という切り板があったりとかしますんで、えーまあ、ちょっとこのラインタッチしてこないかもしれないですけどまあちょっと個人的にはちょっと注目している感じですねうん でですね、えー、この下落の、この下落の波の、えー、半値となる50%の位置が、まあ、ここになるんで、うん、まあ、このチャンネルの、えー、ラインを、まあ、ぶち抜いて、この半値のところまで上がってくるかもしれないですけどね、うん。まあ、ここから上昇してくるのが時間がかかってですね、ちょうどこのチャンネルのこのラインと、この、 フィボナッチのこのハンネのこのラインですねが交差しているこのポイントとかでえちょうどこう到達してくるっていう可能性もまああるかもしれないんですけどまあとりあえずちょっと様子見様子見という感じですねうんえっとそしてですねまあ昨日の話にはなっちゃうんですけどもえっとこの ウォルフ稼働のこの14の1点目と4点目のこのラインですね。これ。ここに、えー、タッチしてきた、えーまあ、この、この辺ですね。っていうのが、こっちのこのラインとも重なるんですね。これね。うん、このライン何なのかというと、えー、冷やしで見たところ、 このようにね、冷やしで見ると、こういう風にウォルフ稼ドが作られてます、えー。1点目、2点目、3点目、4点目、5点目ということですね。つまり、この1、3、5のこのラインですね。1、3、5のラインが一時関しで見ると、これなわけなんですけど、この1、3、5、冷やしベースの1、3、5のラインと、 この14の、えー、このウォルフカードのこのラインこれ重なっている割と重なっているポイントですねまあ、えー、これらの、えー、理由から、まあ、ここで下げ止まって今上がってきてるのかなっていうそういう感じに個人的には思ってますちなみにこの14のこのラインっていうのは1点目2点目3点目4点目5点目っていうことですね うん。で、ウォルフ波動の裏技の動画でも出したんですけど、これあの、まあ、5点目から3点目にこういう風にね、こう引いてやるとですね、あの必然的にこう1点目をね、導き出すことができるんで、まあ、これはよかったらこう覚えておいてください。逆に引いてやる感じですね。うん。これは非常に便利です。で、ウォルフ波動についてより詳しく勉強したかったり、あと僕オリジナルの ウォルフ波動の考え方があるんですけど、こちらのショータ式オリジナルウォルフ波動トレード必勝法と自分では名付けてるんですけど、これらの手法やロジックなどいろいろ学びたいという方はですね、ぜひ翔太式オリジナルウォルフ波動トレード必勝法の通常版の方をご購入いただけたらと思います。この動画の下の概要欄に DL マーケットのリンク貼ってるんで、 えー、その DL マーケットの方でいろいろとエフェクス教材販売してるんですけども、えー、そちらの方に昇太式オリジナルウォルフカードト取れる必勝法通常版の方ありますんでよければご参考くださいで僕のエフェクス教材の中であの今,あの今のところですね一番あのたくさんの方々に、えーまあ、ご購入いただけている、まあ、あの人気商品の方がですね えー、ショータ式5分話オリジナル FX トレード必勝法なわけなんですけどもこちらね本当にあのあの大変ご好評いただいておりますし本当にたくさんの方々の、えー、手に取っていただけておりまして非常に、えー、僕としても嬉しい気持ちでいっぱいでおりますあのまあどの FX 教材もですねあのかなりためになる、えー、教材ですので えーまあ、どれを購入していただいてもね非常にかなり勉強になりますので、まあ、よければ、えー、最良トレードをね、えー、もっともっと極めていきたいという、えー、もう FX マニアの方はですねぜひ、まあ、あのー、ご購入いただいた方がいいかなと思います個人的に一番おすすめの FX 教材はショータ式オリジナルゴルフ波動ドトレード必勝法の、えー、通常版なわけなんですけど あのー、まあ何て言うんですかねどれを買っても、えーまあ、かなりためになることは間違いないという、えー、そういうものなのであのー、まあえー、あのお金にねゆとりができた時にでもあの、まあ、ご購入いただいたら、えー、まあかなりねいいんじゃないのかなと思います。 えー、というわけで、えー、本日もですね、えー、相場に負けずに共に、えー、FX の方を頑張っていきましょう翔太でした。ありがとうございました。